こんにちは。今日はですね、記念日ということで、ワンコの大熊日記、ダーション日記が1000人、登録者1000人を超えることができました。あー、ダチン、すごいね。ダチン、ワンコの大熊日記はダーションを引き取ってからちょっと5年3ヶ月経ちまして、でこの動画を配信するようになったのが2020年10月からなので、ちょうど2年となります。本当に長いような短いような、ちょっと大変でした。思ったよりも大変でした。もっとこう当初の感じでは、もっと簡単に1000人超えられるのかなと思ったんですね。っていうのは、配信し始めてから、5ヶ月目ぐらいに出した動画がすごいちょっとバズりまして、で一気に、700-800人ぐらいまで登録が増えたものですから、あら、こう意外に簡単だ、1000人簡単じゃんとか思ったんですけど、そこからもうなかなか増えずに、もう今に至ってやっと1000人になったんですね。ダーションは最近結構そばに寄ってくれるんですね。前まで結構塩対応というか、案外自分マイペースで、自分がそばに来たい時は来て、来たくない時は来ないみたいな感じで、まあ猫みたいな性格かなと思っていたら、最近はですね、飲んだらすぐ来るし、あと毎日ベッドに一緒に寝てくれるし、それとびっくりするのは、常に私のそばにいたがるっていうか、私がこのソファーにしてから寝てても狭いところに一緒に寝ようとするというか、もう本当に可愛くなりました。でも外行くと結構わがままだよね、ダチね、君はね、行きたいところにしか行かないもんね。で、趣味がフラメンコで、最近趣味の先生がですね、スペインの音楽をちょっと聞かなきゃいけないっていう風になってきたことがですね、仕事は普通の OL で、職業は、経理を担当しています。おかげさまで、あと2年ぐらいで定年退職を迎えられるところとなっています。私自身あんまりこうサラリーマンの生活に満足持てず、もうちょっと自由に、自分が自由に仕事ができたらいいなっていうふうに漠然と考えています。なので動画編集も頑張ってきたわけですけれども、ただですね、ここに来て仕事とフラメンコと動画編集で首がヘルニアになりまして、外科に行ったらストレートネックと言われ、ちょっと動画編集することがちょっとなかなかできなくなって、痛いのでできなくなってきまして、なんかでもひどいヘルニアではないので、だましだまし作業に当たっているんですけど、この子のためにできるだけそばにいて仕事ができる体制をこれから整えていきたいなと思っています。本当にこの2年間、私とダーションを支えていただいて本当にありがとうございます。これからもワンコの大熊日記よろしくお願いします。
だいぶ慣れたよね、ダチね。